ここに2つのプロペラがあります。左のプロペラは1つ前のプロペラで、直径40センチ、ブレードの数は3枚、ブレードの幅は5センチ、材質はステンレスっていうプロペラです。このプロペラで私の自作の人力ペダル式ボートおばあちゃん号は時速 8km を達成しました。しかし私は時速 8km では満足できずに、せめて時速 10km、できれば時速 12km ぐらいを出したいと思って新しいプロペラを作り直しました。それがこの右のプロペラです。直径は同じ40センチです。ピッチも変えてません。ブレードの数は2枚に落としました。そしてブレードの幅も4センチに狭めました。材質はアルミです。スピードを増すことを期待して作ったこのプロペラなんですけれども、実際に海に出てテストしてみると時速 7km しか出ませんでした。だからこの元のプロペラが時速 8km だったのに対して、1キロ落ちてしまったんです。そこで皆さんこんな風に思いませんか？そりゃそうだろう。左のプロペラの方が見るからにパワーがある。かたや右のプロペラは華奢で非力に見える。パワーの出るプロペラの方がスピードが出るのは当たり前で、なんでスピードを増すためにわざわざこんな非力なプロペラを作ったんだ？これじゃあスピードが出なくて当たり前だろう。こんな風に思いませんか？この疑問、もっともな疑問であると同時に、プロペラの秘密に迫る疑問でもあるんです。今日の動画の目的は、そのプロペラの秘密を皆さんと共有することにあります。プロペラのパワーを落としたら、ボートの速度が上がった。っていうことは実際にあるんです。このプロペラ、今は3枚ブレードですけど、もともとは6枚ブレードでした。そのうちの3枚を切り落として、3枚だけ残したのがこのプロペラです。6枚ブレードだった時のこのプロペラは、とてもパワーのある強力なプロペラでした。しかし、その時、ボートの速度、最高速を計測すると時速 7km でした。そして、3枚ブレードに変えて再度時速を計測してみると最高速は、時速 8km に上がりました。なぜプロペラのパワーを落としてボートの速度が上がるのか、そこに、プロペラの不思議というか秘密が隠されています。そのことを詳しく説明しましょう。6枚ブレードだった時の、このプロペラで最高速を計測した動画は第98話です。第98話をご覧になった方は、その場面を思い出してください。そしてまだご覧になってない方は、一度その動画をご覧になってください。第98話です。あそこで何が起こってるかっていうと、限界の速度、最高速、時速 7km を出しているとき、ペダルはもうとてつもなく重くって、これ以上続けられない。その重いがゆえに、ペダルを早く漕ぐことができない。ゆっくりとしか漕げない。2秒で1回転も漕ぐことができない。そういう限界を迎えていたわけです。問題はペダルの重さです。つまりそれは、プロペラを回転させる抵抗の大きさです。ではあの時、ボートは時速 7km で進んでいました。じゃあ
プロペラは時速何キロメートルを出していたんだろう。私が目をつけたのはそこです。そしてそれは計算で求めることができます。プロペラのピッチにプロペラの回転数をかければいいんです。で、あの第98話で時速7キロメートルを出しているとき、プロペラはほとんど時速7キロメートルでした。つまりボートの速度とプロペラの速度に差が全然なかったんです。ボートの速度がプロペラの速度を上回ることは絶対にありませんから、おそらくは、プロペラの速度はボートの速度よりもほんの少し速い速度で、回転していたんだと思います。ここでいうプロペラの速度っていうのは、プロペラが発生させる水流の速度です。これはプロペラのピッチにプロペラの回転速度をかけることによって割り出すことができます。それが時速約 7km。 この時のプロペラの状態ってどういう状態かっていうと、結論から言うとほとんど働いてないんです。プロペラはボートの速度よりも速い速度で回転することによってボートを推進します。でもその速度が両者一致してるっていうことは、プロペラはほとんど働いてなくって、わずかな力でしか、ボートに推進力を与えていません。ということは、2つのことが言えます。私の作ったおばあちゃん号の船体は抵抗がかなり小さい。したがってわずかな力で時速 7km を出している。これが一つ。あともう一つは、じゃあなんであんなにペダルが重いんだ？プロペラがほとんど働いていないのに、なんであんなにペダルが重いんだろう？そういう、疑問です。プロペラが働いていないっていうのはこういうことです。プロペラは回転しますよね。水は横方向、プロペラに横方向から当たります。そしてプロペラのブレードに角度があることによって後ろへ飛ばされます。ところがプロペラが止まっているときに回転しているならばそうなんですけども、実際にはボートとともにある一定の速度を持って進んでいます。本当は水が止まっていてプロペラが進んでるんですけど、それを逆に捉えてみると水が前からプロペラを通り過ぎていきます。この速度はボートの速度に等しいわけです。だからプロペラは横向きに回転しつつ前から来る水を捉えるわけですから、水がプロペラに当たる角度は斜めになります。そしてボートの速度とプロペラの速度が一致するときは、水は単にプロペラのブレードを通り過ぎていくだけです。角度がありません。でも実際には、ボートの速度とプロペラの速度が全く一致するっていうことはなくって、実際にはプロペラの方がわずかに速い速度で、速度を発生しているはずなので、わずかながらの角度を持ってしか水を捉えていないということになります。とするとですよ、プロペラのブレードは、ほとんど抵抗を受けていないということになります。ではなぜあんなにもペダルが重いのか。ペダルが重くてこれ以上早く漕ぐことができないっていうぐらい、なぜペダルは重いのか。答えを探しましたが、一つしか見つかりませんでした。それはプロペラが回転するときに発生する無駄な抵抗、
抵抗力、推進力にはつながらない、無駄に発生している抵抗、そのためにペダルはあんなにも重いんだっていう結論です。物体が水中で回転するわけですから、摩擦も生じますし遠心力も生じます。だから水流を推進力につながる方向に飛ばすのではなくって、その周囲に無駄に飛ばしている、あるいは無駄に渦ができている、その抵抗が大きい。そこで、プロペラの枚数を3枚に減らしたわけです。パワーも半分になってしまうけれども、無駄に発生している抵抗も半分に減る。その結果どうなったかっていうと、プロペラのパワーを落とした結果、ボートの速度は上がりました。こういうことが実際に起こったんです。そこで私はこれと同じことをさらに進めるために3枚ブレードから2枚ブレードへとさらにプロペラのパワーを落としました。その結果、しかし私の期待に反して、ボートの速度は落ちました。7km に落ちてしまいました。このことをどう捉えるかっていうことが今私が直面している問題です。そこで私は2つの仮説を立てることによってこの問題にアプローチを試みました。その仮説を、第112話で使ったこのグラフに基づいて、説明、したいと思います。このグラフは、横軸にプロペラの限界速度、縦軸にその時の、ボートの最高速度を表しています。で、青い線はこれは本来は、分布を示す散布図です。でもそれを、理論的に、概念的に直線で表しています。言い換えれば、さまざまなプロペラを特回引っ回試してみたら、そのそれぞれのプロペラはこの線上に位置するはずだということを意味しています。で、この青い線ですけれども、この赤い線の間近にそれよりも、少しだけ離れて右肩上がりに上がっていきます。この赤い線は何かというと、プロペラの速度とボートの速度が一致する線です。ですが、そのようなことは理論的にはありえません。ましてやボートの速度がプロペラの速度を上回ることは絶対にありえません。ですので、ここは赤い斜線を引いてあります。青い線がこの斜線の中に入り込むことは絶対にありません。で、プロペラの速度もゼロ、ボートの速度もゼロっていうのはどんなプロペラかっていうと、例えば、想像上のプロペラ、直径3メートル、巨大なプロペラ、そのようなプロペラを、ペダルを漕いで人力で回そうと思っても、とても回るもんじゃありません。だから、そのようなプロペラは、プロペラの速度もゼロだし、ボートの速度もゼロです。そこから徐々に、プロペラのパワーを落としていきます。そうすると、プロペラが、いくらか回り始めます。足の力で回り始めます。で、結果としてボートの速度も上がり始めます。で、どんどんそのプロペラのパワーを落としていくと、ボートは、だんだん速くなる。こういうふうに、考えます。しかしながら、プロペラのパワーを落としても有り余るほどのパワーがまだあるので、この赤い線に
隣接してボートの速度は上がっていきます。プロペラの速度よりも、ボートの速度はわずかに遅いだけ。プロペラは、まだほとんど仕事をしていずに、その足の力はプロペラが単に回転するための抵抗に費やされる。しかしどこかの時点でこの赤い線から離れ始めます。それは、プロペラのパワーが落ちて、プロペラが仕事を実際にし始めます。プロペラはボートの速度よりも速く、回転して、その回転の速度がボートを、速く進めるためにより大きく貢献し始めます。で、それはでもどこかの時点でピークを迎えるはずです。そしてやがて下がっていく。なぜ下がっていくのか。それはペダルが十分に軽くなったんだけれども、今度はペダルが軽くなった分速く漕ごうとしても、ペダルの回転が速すぎて足の回転が追いつかないっていうふうにやがてはなっていくだろう。そうすると、ペダルのパワーを落としたことによって、徐々に、ボートの速度もは落ちていくだろう。こういうシミュレーションです。だからここまではこの右肩上がりのここまでは、プロペラに十分なパワーがある。しかしここから下がっていくのはプロペラのパワーがなくなって、それをスピードでカバーしなきゃいけないんだけど、足の回転がペダルの回転にもう追いつかなくなっていく。そのことによってボートの速度も下がっていく。こういうシミュレーションです。さあここから、仮説 A です。仮説 A をこのグラフの中に位置づけてみましょう。で、それを、時系列を追って説明していきましょう。まずは6枚ブレードのプロペラ。6枚ブレードのプロペラを試したのは、第98話です。第98話で6枚ブレードのプロペラは、時速 7km を、出しています。その時、あの第98話で、ストップウォッチを片手にプロペラの回転速度、から、プロペラの回転速度にプロペラのピッチをかけてプロペラが発生していた時速、速度、これを弾き出しますとほぼ時速 7km です。ボートの速度とプロペラの速度はほとんど一致してます。差があったとしても、計測誤差の中に埋もれてしまって、見出すことができないほどの小さな差でした。これが6枚ブレードのプロペラが位置するところです。次にプロペラのブレードの3枚を切り落として3枚ブレードのプロペラに変更したとき、ボートの速度は多少上がって時速 8km に上がりました。この時に、動画で言うと第100話ですね。私の動画の第100話、あの動画において3枚ブレードのプロペラがどれだけのスピードが出るかっていうことを計測してますけど、ボートの速度は時速 8km、 そしてその時のプロペラの速度はこれもやっぱり、ほぼ時速 8km でした。時速 8km よりも少しだけ出ているなっていう感じはあったんですけれども、計測不可能なぐらいのやっぱり誤差の範囲内でした。この3枚ブレードのプロペラはしかしパワーを落として、速度が上がるという現象を、確認することができました。そこでさらにプロペラのパワーを落とすために2枚ブレードのプロペラを作ったわけです。
で、2枚ブレードのプロペラは第118話。第118話で、6枚ブレードのプロペラと同じ時速 7km、同じ時速でした。で、その時のプロペラの、速度は、時速 9km でした。この2枚ブレードのプロペラで初めて、ボートの速度とプロペラの速度に差が出始めました。プロペラの速度が時速9キロ、そして、ボートの速度が時速7キロ、ここに差が生じ始めたんですね。差が生じたんですね、初めて。これが、仮説の A です。2枚ブレードは遅くなるべくして遅くなったんだっていうのがこの仮説 A の解釈です。これ以上、プロペラのパワーを落とすとボートは遅くなる一方で、最高の点というのはこの3枚ブレードから2枚ブレードの途中にあったということになります。3枚と2枚の途中の枚数っていうのはありませんから、実際には3枚ブレードのまま直径を少しだけ小さくしたプロペラ、それがこのピークに位置するプロペラだったと思います。例えば40センチから35センチに3枚ブレードのまま直径を小さくした、このプロペラが、おそらくベストなプロペラだっただろうっていうような、推測が成り立ちます。ですがこの仮説 A は一つ矛盾点をはらんでます。それはどういうことかっていうと、この2枚ブレードのプロペラ、この領域っていうのは、速度が落ち始めるこの領域っていうのは、プロペラは抵抗が少なくなってペダルが十分軽くはなったんだけれども、今度はペダルが軽くってそれを、早く回すことによってそのパワー不足を補おう。しかし今度はペダルの回転がもう速すぎて足の回転が追いつかないっていう領域です。で、2枚ブレードのプロペラがその領域に位置するとしたら、実際あの118話でペダルはそんなに軽かったのかっていうと、そうではありませんでした。ペダルの回転は2秒に1回転を、ほんのわずか上回る程度、足が追いつかない、足の回転が追いつかないっていうほどのスピードではありませんでした。それよりもむしろやっぱりペダルは重い、ペダルが重すぎてこれ以上速く漕ぐことができないっていう、現象が生じていました。ということはこのプロペラ、2枚ブレードのプロペラはこんな場所に位置するはずはないっていうことになります。これが仮説 A の、矛盾点です。この矛盾を解明しない限り、仮説 A は成り立たないと思います。次は仮説 B です。6枚ブレードのプロペラがこの辺りに位置します。そして、3枚ブレードのプロペラはこの辺りに位置します。そして2枚ブレードのプロペラはここじゃなくってここです。この、仮説 B においては
2枚ブレードのプロペラは本来は時速 8km よりももっと速い速度でボートを進むだけの能力を持っていた。しかしあの118話で、実験した日、海が風が強くって海に波があって、実験のコンディションが悪かった。ちょっと今日テストするにはコンディション良くないっすね。風強いよ。波によって船体が大きな抵抗を受けて、本来発揮すべき時速 8km 以上、まあ、時速 9km なのか時速 10km なのか分かりませんけども、それが実現しなかった。だからもっと海がないだ日に実験していれば、時速 9km や時速 10km は出ていたはずだ。これが、仮説の B です。仮説の B は位置関係は妥当だと思います。2枚ブレードのプロペラでも結局ペダルが重すぎてこれ以上焦げない、これ以上早く焦げないというのが現れていましたし、この開きですね、プロペラの速度が時速 9km に対してボートの速度が時速 7km、 これぐらい、下がった。だから、この位置関係も妥当です。この2つの仮説のうち、どちらが正しいのか、今の時点では、想像上の想像力を働かせているだけですので、実際に、検証してみる必要があります。で、仮説 A、仮説 B のうち容易に検証ができるのは仮説 B です。海のないだ日、風がなく波がない日にもう一度最高速テストをやってみる。これで検証することができます。だから、次に私が取るべき、行動、アクションというのはこの再テスト、リベンジの再テストを行うことです。